こんにちは、ミッキーです。今回は東京都内に残ります希少な路面電車東急世田谷線からお店をご紹介していきます。なんと開業は大正14年と戦前から走り続ける歴史の長い鉄道東急世田谷線。2019年からは日本初となる 100% 再生可能エネルギーを電力として使用している鉄道として実は有名でございます。そんな東急世田谷線沿いには世田谷ライフを満喫するのにうってつけなカフェがたくさん点在しています。観光というよりは東京に住んでいるけれども人混みはちょっとという方に特にお勧めできるようなエリアですので、休日に落ち着いた時間を過ごしたい、そんなシーンでぜひ今回の動画を参考に街歩きをしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずお店をご紹介する前に、こちら東急世田谷線の三軒茶屋駅をご紹介しています。東急世田谷線というのは三軒茶屋から下高井戸まで続く一つの路面電車になっていまして、こういった形の路面電車ですね。たまにイベントの時なんかにはラッピングした鉄道も走っていますので、例えば鉄道好きな方々もとても興味深いような車両を眺めることができるかなと思います。そんな中、まずは下高井戸側からご紹介していきます。こちらは一風さんというお店でございまして、レトロな雰囲気が残っている下高井戸の一角に隠れ家のように存在しているご飯屋さんでございます。夫婦で営業されていまして、ここ最近25周年を迎えたというお店でございます。こんな形で結構おしゃれな雰囲気が伝わってくるかと思うんですけども、インテリアとかも含めて楽しんでいただければと思います。こちらは無国籍料理と銘打っているだけありまして、様々なジャンルの料理を楽しむことができるのもおすすめなポイントになっています。とりあえず入ってみていただいてメニューを吟味していただくだけでもお気に入りの料理を探すことができるかなと思っています。こちらは建築士のマスターがデザインした内装も注目でございまして、中央の木製テーブル含めまして味のある雰囲気をたくさん演出してくれてますので、そういったところも含めて楽しんでいただければと思います。こちらはこの日いただきましたランチメニューにセットについてきますサラダとあとはスープでございます。このスープが入っている器も含めてとてもおしゃれな雰囲気がありますので、店内の雰囲気、フード、そしてインテリアも楽しんでいただければというところです。さて、こちらは今回頼みましたマグロのテールステーキライス付きでございます。この結構ボリューミーな感じのテールステーキに加えまして、ライスもついてきて、さらに先ほどのサラダとかスープもついてきますので、とてもコスパがいいかなと感じています。こちらのマグロのテールステーキなんですけども、ボリュームがありつつ味付けもさっぱりしてますので、このレモンとかも添えつつ満腹感はあるんだけれども結構こってりしないような、そんな味わいを感じることができるかなと思っています。もう一個頼みましたのはこちらのチーズたっぷり焼きカレーでございまして、温泉卵もついてきます。このグラタンっぽいような雰囲気なんですけども、実は焼きカレーになっていまして、このカレーの上にたっぷりチーズを乗せた、そんな上になっています。ちなみに先ほどのマグロのテールステーキ含めまして、店主さん自らが釣りに行ったお魚を出すということもありまして、そういった新鮮な食材を使ったメニューを楽しめるというところも魅力の一つになっています。さて、こちら焼きカレーの中に温玉を入れていくんですけども、まあ個人的にはこういった穴を真ん中に開けて卵を投入していくというのがおすすめの食べ方なのかなと思いましたので、こんな形で入れてみました。で、こちらも非常にボリューミーなメニューでございますので、結構満足感たっぷりいただくことができるかなと思います。まあ他にも多種多様な多国籍メニューが楽しむことができますので、ぜひですね、何度か訪れていただいてお好みのメニューを探していただければと思います。個人的には他にもキーマカレーとかグリーンカレーとか、あとは牡蠣のグラタンなんかも気になったので、また訪れる機会がありましたらぜひ頼んでみたいです。続いては下高井戸から一駅場所を移しまして、松原という駅からご紹介していきます。こちら2020年の2月に移転オープンしました山猫コーヒー店さんでございます。かつて明大前の京王線沿いの場所にあったこの店なんですけれども、京王線の大規模工事を受けましてこちらの松原に移転したということでございます。元々の建築を生かしつつ、店内は古い梁を残した落ち着いたリノベーションによって味のある空間を演出してくれています。お店の入り口にはこういった店内で焙煎されています焙煎機なんかも置かれていますので、ぜひ注目していただければと思います。
で、こちらの松原駅とかも含めてですね、世田谷線沿い自体は歩いて行ける距離に一駅ずつ点在していますので、まあ、目的地を事前に決めていただいて、歩いたりするっていう方法も使いつつで巡っていただければと思います。で、店内先ほど申し上げました通り、落ち着いた空間になっていまして、この店内にはジャズのミュージックが流れていますので、まあ、そういった音楽を楽しみつつ、フードも楽しみつつ、それぞれの時間を過ごしていただければと思います。で、照明も結構暗めに落としてはいるんですけども、まあもちろん暗すぎず本読めるぐらいの空間にはなってますので、おのおのの楽しみ方を模索していただければと思います。先ほどチラッと映してたんですけども、カウンター側にはですね、真空管アンプが設置されていまして、その音に対するこだわりも結構深いのかなと思ってますので、音楽好きな方もゆったりと時間を過ごしつつ、その音の重厚感に触れていただければなと思います。で、コーヒーミニなんですけども、ブレンドやストレートコーヒーに加えまして、アレンジコーヒーなど様々試すことができます。中でもストレートコーヒーは10種類以上揃えながらほとんどがワンコインでいただけますので、とてもコスパが良かったかなと思います。そんな中、この日に頼みましたのは、ストレートコーヒーとオリジナルブレンド、そして自家製のケーキでございます。で、コーヒー自体は先ほど冒頭でもご紹介しました通り自家焙煎で入れてくれていますので、焙煎してから日が経っていない鮮度の高いコーヒーの豆の味を感じることができるかなと思いますし、さらにこちらのケーキですね、自家製のケーキは結構しっとりとしていて、このかかってるクリームの甘さと調和しつつ、コーヒーも一緒にいただけつつという形で、ぜひともコーヒーと一緒に頼んでほしいな、そんなメニューになっていました。続いてご紹介しますのは、上町から Your Daily Coffee さんというところでございます。こちらの店は残念ながらお店の中の様子を撮影することはできなかったんですけれども、手元の商品の様子とか、あとはちょっと外観の様子を少しだけさせていただいています。で、こちらはこの日にいただきましたソーセージエッグパンケーキセットでございます。こちらはモーニングセットになっていまして、おすすめなのが1時まで楽しむことができますので、ちょっと遅く起きた朝なんかのブランチにも利用できるところが個人的にはおすすめかなと思っています。店名に Your Daily とあります通り、日常使いの思いがたくさん込められていまして、リーズナブルで良心的な価格設定、そして地域密着の、そんなお店の雰囲気を感じることができるかなと思います。で、他にも日替わりの焼き菓子とか、あとは自家製のサンドイッチとかなどもありますので、ぜひですね、こだわりのコーヒーと合わせてそのペアリングを模索していただければというところでございます。まあ、注意点としましては、先ほどの撮影に関する部分ですとか、あとは PC の作業等もできなかったので、まあ本当に食事とあとはコーヒー楽しんでいただくためにご利用されるのがとてもおすすめかなといったところです。で、あとコーヒー自体に関しましては、スペシャリティコーヒーが利用されていますので、特にコーヒー好きな方なんかでも十分に満足いただけるような、そんなコーヒーをいただくことができるかなと思います。ちなみに平日土日含めまして、朝は9時からやってますので、まさに朝活に利用できます。で、定休日は月曜日になってますので、その辺はご注意いただければと思います。続いてご紹介しますのは、2021年3月にニューオープンしました、同じく上町からカフェ安空華というところでございます。こちらは自家焙煎コーヒーと手作りのお菓子が魅力の居心地の良いカフェでございます。いつでもどんな時でも気軽に立ち寄れて、多種多様な人たちが織りなす空間の中で、あなたの一日がより良いものとなりますようにというコンセプトのもと、フリーマーケットで有名な世田谷ボロ市通りにて営業しているお店でございます。本当に居心地が良かったなというのは個人的な感想でございまして、まあ、そういった居心地よく、さらにですね、気軽に立ち寄れるというところが、この安空華には込められています。安空華というのはですね、ポーランド語でツバメを意味しているということでございますので、まさにツバメの巣のように、ふと安心して戻れるような、そんな空間づくりが意識されているのかなと思います。店内の居心地の良さを助けてくれているのは、他にもですね、Wi-Fi が完備されていたりとか、あとは電源もついていますので、こちらの店に関しましては、例えば PC 作業等もできるというところがとても嬉しいポイントですよね。で、朝9時から夜の9時までやっていますので、朝はモーニングやサンドイッチ、昼はカレーや季節野菜を使用したサラダ、他にはキッシュ、そして夜にはお酒やお酒に合う食事も用意されていますので、本当にオールデイに使えるような、そんな空間になっています。まあ、その中ですね、やはり注目なのは自家焙煎コーヒーでございまして、世界中から厳選したコーヒー豆をシングルオリジンからオリジナルブレンドまでいっぱいいっぱい丁寧にハンドドリップでいただくことができます。今メニュー表を映してますけども、こちらにもたくさんの種類のコーヒーメニューが書かれていまして、もちろんドリップも注目ですし、あとはエスプレッソドリンクですとか、あとは紅茶系のメニューも非常に充実していますので、ぜひともお好みのメニューを探していただければと思います。
あとは時間帯としてはモーニングのタイミングとランチのタイミング、そしてディナーのタイミングでちょっとずつメニューは異なりますし、そのペアリングもいろいろと工夫できますので、まあぜひですねメニュー表を確認していただいて、お好みのスタイルで時間を過ごしていただくのがとてもいいかなと思います。その中この日頼みましたのは秋ブレンドと、あとは栗のバスクチーズケーキでございます。でちなみに今映しています通り、コーヒーカップですとか、あとはフードメニューをいただくようなプレート類もですね、こちらも日本各地からセレクトしたストーリーのあるものばかりだということでございますので、ぜひその見た目も含めて料理やコーヒー、そしてアルコールメニューを楽しんでいただければと思います。こちらの栗のバスクチーズケーキはですね、秋の季節メニューになっていまして、この栗を添えていただくチーズの印象もとても素敵だなと思いました。今ご紹介した食器類とか自家焙煎コーヒーも購入可能でございますので、ぜひ気に入った方はグルザピオにも買っていただきたいなと思います。まさにこの世田谷沿いの落ち着いた空間を表しているような、そんな空間がこちらにはございました。続いては松陰神社前という駅から観音コーヒー松陰神社さんをご紹介していきます。名古屋初の観音コーヒーというお店なんですけれども、こちら実は私の過去の名古屋編の動画でもご紹介している系列の店でございまして、他にもですね吉祥寺編でも東京の店舗をご紹介しています。そんな名古屋初の観音コーヒーさんが初めて東京に進出した時にオープンしたのが、こちら松陰神社前のお店でございます。観音コーヒーさん自体は美味しいコーヒーと美味しいお菓子の街のコーヒースタンドがコンセプトでございまして、5種類のオリジナルブレンドと安心素材の焼き菓子が魅力的になっています。でコーヒーと店名についてますので、もちろんコーヒーがおすすめなんですけれども、コーヒー以外が楽しめるのもお店の魅力でございまして、自家製のシロップを使った創作ドリンクや、静岡県笹間から直接おろしています茶葉を利用した紅茶、観音コーヒーのお茶ブレンドでもあります茶観音もおすすめでございます。そして店頭にはこだわりの焼き菓子ですとか、あとはコーヒーごとの特徴を示しているようなコーヒー豆の展示もされていますので、ぜひその香りとか見た目も含めて楽しんでいただければと思います。あとこの観音コーヒーさんですね、本当にこのお店のカップだったりとか、そのデザイン系もですねとても美しくて素敵でございますので、まあ、例えばその店舗ごとの名刺っぽいようなカードなんかも手に持っていただいて、その記念として持って帰っていただくのもいいですし、写真とかを撮られる際にはそういったところも添えていただくとより味が出るかなと思います。でさらに今映しています通り、季節ごとに期間限定のメニューを楽しむこともできますので、店頭で選んでいただくのはもちろんのこと、事前にインスタグラム等もチェックしていただきますと、スムーズに頼みたい商品を頼めるかなと思います。こちらはこの日頼みましたキャラメルラテとウーロン茶パウンド、そしてアンバタースコーンサンドでございます。焼き菓子の美味しさの秘密をご紹介しますと、まずは国産小麦と発酵バター、あとは群馬県産の卵村の卵というところで安心素材にこだわっているということでございます。その素材へのこだわりももちろんのこと、あとはその見た目もとても美しいので、例えば気になれた方はご自宅用とかにお土産として買っていただくのもとてもおすすめかなと思います。あとはこちら、ちょっと紹介が最後になってしまったんですけれども、松陰神社さんならではの古くからある古民家を改装した内装も注目でございますので、ゆっくりと時間を過ごしてほしいなと思います。続いては世田谷線の始発駅、冒頭にもご紹介してますけれども、三軒茶屋からサリーラキャンディーストアというところでございます。もうお店の外からですね、このアメリカンな雰囲気が伝わってくれるかなと思うんですけれども、まさにアメリカンダイナーを経営していたサリーラさんという方がお店の名前の由来になっているということでございます。そのサリーラさんはフランスから移住してアメリカでアメリカンダイナーを経営されていたということなんですけれども、世界中の料理をアメリカ風にアレンジして懐かしいお袋の味を再現していたということでございます。そんなサリーラさんなんですけども、実はお店を畳んでしまいまして、その時に常連として訪れていたインテリアコーディネーターの鍋さんという方がそのお店の思いを届けたいということで、こちらにオープンしたのがサリーラキャンディーストアさんだということでございます。で先ほど申し上げました通り、サリーラさん自身が世界中を飛び回って世界のレシピを届けたいという思いが込められていましたので、その味も受け継ぎつつこちらのお店では楽しむことができるかなと思います。で店内には至るところにアメリカンポップなインテリア系が飾られていますので、まあ、そういったところもぜひですね目に焼き付けていただきつつ楽しんでいただくととてもいいかなと思います。でまさに今メニュー映してますけれども、例えばそのスパムおむすびですとかホットドッグとかアメリカンな雰囲気のメニューをたくさん楽しむことができますので、まあ、最近で言うと結構ハンバーガーショップとかも多いかと思うんですけども、そのお店の雰囲気も合わせて楽しめるというところはこちらのサリーラさんならではなのかなと思います。
あとはクリームソーダもとてもおすすめでございまして、例えば複数人に来ていただいて複数種類頼んでいただきますと、そのカラフルな様子なんかも表現することができるかなと思います。あと鉄板のナポリタンとかですね、結構日本の喫茶店メニューっぽいものも用意されていますので、まあアメリカにインスパイアされつつも割と日本テイストにアレンジされているのかなと思いました。その中この日に頼みましたのはクリームソーダのブルーとホットドッグのスペシャルセットでございます。ホットドッグスペシャルセットでですね、ホットドッグ以外にもチキンとか、あとはシフォンケーキがついてたりとか、あとはフライドポテトもついてましたね。フライドポテトっていうかね、チーズっぽかった気もするんですけども、このオレンジ色のソースに絡めていただきますと、その味付けもとても美味しかったなという印象でございますので、ちょっとジャンキーな食べ物を食べたいなんていう時にはとてもおすすめできるかなと思います。あとコーヒーも比較的美味しかったですね。であとはこちらのカラフルなクリームソーダ頼んでいただきますと、もちろん SNS 映えもするかなと思います。であとはこの店内の様子からも伝わるかと思うんですけども、店内にはジャズを中心としたアメリカンな音楽が流れていますので、そういった雰囲気も合わせて楽しんでみてください。そして最後にご紹介しますのは、世田谷駅からブリックレーンさんでございます。こちらは世田谷線のちょうど真ん中にあります世田谷駅から徒歩2分ほどのお店になっていまして、サムネイルでも映してたんですけども、 SNS 映えする可愛らしいカップに入ったケーキが有名なカフェ&アクセサリーショップでございます。店名の由来はロンドンのブリックレーンだということでございまして、アクセサリーデザイナーのオーナーさんがそのブリックレーンという街を訪れた際にその雰囲気を気に入って、その街の名前から付けられたということでございます。でそんなに席の数は多いわけじゃないんですけれども、とても居心地のいい空間でございまして、接客も含めて温かく迎えられたかなと思っています。で特にですね、カップケーキが特に有名でございまして、そちらを目当てにご来店される方も多いかなと思うんですけども、他にもたくさんの焼き菓子がありまして、今回カップケーキと別にですねマフィンもいただいたんですけども、マフィンもとても美味しかったですね。あとはその焼き菓子に合わせたコーヒーが注目かなと思っていまして、コーヒーは以前に三軒茶屋編でご紹介していますオブスケラさんのコーヒーを使っていますので、そのコーヒーの味わいと合わせて楽しんでいただけるような、そんな空間になっています。あとこちらに関しましても、まあコーヒーだけというわけではなくてですね、他にも紅茶メニューも頼みますので、例えばコーヒー苦手な方なんかはこちらの今映していますようなチャイラテとかを頼んでいただいて、カフェインを控えていただくというのも選択肢になるかなと思います。こちら夏に訪れた時の映像なんですけれども、こんなエスプレッソトニックみたいなメニューもですね、夏には提供されていましたので、清涼感を味わいたい時にはアイスメニューを楽しめるような、そんなオールシーズン楽しめるような空間にもなっています。でこちらスイートポテトマフィンになっていまして、あとはスイートポテトモンブランのカップケーキでございます。ちょっと今言いながら思い出したんですけども、夏とは言いつつ結構秋を迎えつつある時期だったので栗のメニューを頼んでいますね。で冒頭でちらっと申し上げたんですけども、こちらアクセサリーショップにもなっていますので、ぜひ気になる方はそちらも確認いただくのがとてもいいかなと思います。以上、今回は東急世田谷線からおすすめカフェを7選ご紹介させていただきました。まあ、今回はカフェのご紹介なんですけれども、まあ、ぜひですね、東急世田谷線一度は乗っていただいて、その街並みとかもゆったりと楽しんでいただくのがとてもいいかなと思います。まあ、個人的にも最近いろんな本とかを読みつつ、割とこの忙しい現代の中で、まあ、さらに最近円安の状況ですとか、あとはその感染症対策もだんだん進んできて、人通りが多くなってきたなという印象でございますので、まあ、こういったちょっと人通りは多くないんですけども、ゆったりと過ごせるような、そんな空間が貴重になってきてるかなと思いますので、ぜひ今回参考にしていただいて、他にもたくさんおすすめな世田谷線のカフェありますので、ご自身で冒険っぽく、あとは宝探しっぽくおすすめのお店を探していただくのも、一つの楽しみ方かなと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。